ヌートバー、思い切って大谷翔平を食事に誘うも、今寝てるから、と断られる。現地5月2日、ロサンゼルス、エンジェルスは敵地に乗り込み、セントルイス、カージナルスとのゲームに臨む。発表されたスタメンに大谷翔平の名はなく、翌日に登板が予定されていることもあり、ベンチスタートとなった。前日月曜日にヌートバーが、ランチに行こうよ、と大谷を誘ったところ、大谷からは、今寝ている、との返事が戻ってきたという。常日頃から睡眠を大切にしている大谷だけに、コンディション調整を優先したのかもしれない。かわいそう。睡眠も仕事のうち。さらにベンチスタートする煽りやぞ。塩コショウかけたれ。ヌートバーはこの日を待ってたのに。主要そうやん。塩パスタ作ってやったら飛び起きるだろ。大谷、寝顔寝顔寝顔、ヌー、食事行こ。一平、今、翔平は、寝てるから、こうやぞ。野球矢印、捕球矢印、睡眠矢印、トレーニング。大谷には時間がないんよ。